いやー素晴らしいね。これがさ、大菩薩ブルーだね。はい、こんにちは、カババです。あそこがあのロッチ長兵衛ですね。はい、ということで今日は、大菩薩峠ですね、経由菩薩嶺に登っていきたいと思います。まずはね、こっから20分ぐらい上がって福ちゃん荘まで行きます。はい、9時35分福ちゃん荘ですね。ここは泊まれるんだよね。大菩薩峠の方に向かって歩いていきます。はい、ここがね、一応地図上だと富士見山荘跡ってなってますね。あ、ここもちょっと寄ってみようか。いい感じだけどね。うわ巨大な富士山でかでかいね。さすがだね。そういえばさ、これはブランコだ。巨大なブランコ、富士山を目の前でブラン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 したんだろうね。ここは何、ブランコが売りだったのかね。はい、じゃあ行きましょう。ここはね、松園荘っていうかな。はい、じゃあ橋渡ってですね、こっち側ですね。はい、大菩薩峠の方に進みます。今までは福ちゃん荘から緩やかに下ってきたんですけど、上り返しというかここから上りになるものと思います。はい、じゃあゆっくりゆっくり行きます。お、日が照ってきた。空がね、一気に明るくなりましたね。なんか気持ちもすごい明るくなってる。はい、山荘が見えてきたね。立派な山荘ですね。はい、10時29分はい、海山荘着きました。じゃあ、はい、これ海山荘です。
おお、すごいね。海山荘愛。うわぁ来てよかったね。うわぁここは絶景だね、これ。いやね、下の方は暑かったんだけど、今手がねちぎれそうに痛いです、寒くて。あの下がね大菩薩湖ですね。で、富士山はね角度がねもうちょっとこっちだね。この角度だと、あ、ちょっとね富士山端っこの方ちぎれてますけど、裾野が見えます。はい、じゃあ行きましょうか。晴れてよかったね。ここは何だろう、仏塔が立ってるね。まあね、大菩薩なんていう名前からしてね、仏教絡みなんだなと思いますけど、まあそういう風な、なんていうかな、真っ向臭さはこの山頂からはね感じませんね。素晴らしい。うわー、富士山がすごい。いや、雲海に浮かんでるよ。はい、こっちはね、多分もやしらすの頭かな。日差しは暑いんですけどね、風が冷たいんで、もうテムレス。アイスとかやんない限りはこのテムレス一択ですね。知らずの頭、
うん、今度大菩薩霊に向かっていきます。いやー、天気もね、この季節とすればもう最高に近い出来だよね。ちょっとね、降りてきたところに、小屋がありますね。サイの河原縁起でもねえな。北アルプスでね、こういうのがあるとね、ケルンって言うんだけど、サイの河原でこれって言われるとなんかね、なんとかの積み石みたいでなんか嫌だね。はい、サイの河原の休憩所ですね。はい、こんな風になってます。ここは、いやいや、最高の天気だ、素晴らしい。はい、大菩薩霊、こっちですね。こっち降りてくと富士見平に降りれる、まあ、旧道って書いてある、うん、はい、じゃあ大菩薩霊に向かってきます。はい、ね、大菩薩霊に向かってる途中です。動画のファンの方にお会いしました。これがさ、大菩薩ブルーだね。ダイブだよ、ダイブ。蔵王あたりは樹氷なんだけどさ、うん、すごいね、この稜線あたりの木はほとんど白くなってますね。
ね、すごい寒い中飯食ったけど、ただね、テルモスにお湯持ってきて、まあ、僕は赤いキツネ、カウママはわかめラーメンかなんか食べてたんで、だいぶ、温まりました、ね、やっぱりさこういうところがあったかいの食わないと死んじゃうからね。はい、この絶景をね左に見ながら大菩薩霊の方に向かってきます。ここから多分20分ぐらいだと思います。雷に打たれた岩かもしれない。本当だ、今日はねずっと富士山が見えるんだよね。12時6分ね。はい、大菩薩霊山頂です。おお、本当ね、山頂は見通しが悪いね。三角点、これか。ちなみにね、この白いのは霧氷が飛んできたやつがね、この積もってるんですね。あまりにも寒くてね、こういうのも溶けないんだよね寒いよ。はい、じゃあ12時10分、山頂降ります。いや、宇都宮出る前ね、天気予報は曇りだったんで、どうなんだろうなぁと、まあ登っちゃえばなんとかなるかなと思ったらね、本当にその通りになって、まあ富士山から、南アルプス、中アルプスの方は本当くっきりはっきりですね、見えるぐらい快晴になりました。非常にいい山歩きでした。はい、じゃあこの先はですね、先ほどの雷岩まで降りて、唐松尾根を下ってきます。下りはこっちの唐松尾根を下ってきます。結構ぐるっと来そうで怖いな、これ。多分あれが福ちゃん層だと思うんだけど、あそこまで降ります。様子を伺ってください。いやー、絶景だな。今ね1時6分です。はい、福ちゃん荘に降りてきました。このね、ここはキャンプ場ですね。結構ね、まあ、整備されてるというか、
山岳キャンプのベースとすればもう十分ですね。はい、1時24分、はい、ロッチ長兵衛に戻ってきました。お疲れした。